あら、壁ドン、床ドン。みんな、おはよう。家族は旅行に行ったけど置いてくれちゃった。あの日の話か。どっちか先生って言ったっけ。よし、図書館に行って涼みに行こう。はあ、涼しいな。読書しようかな。あー、先輩は、先輩はどうでもいいんだ。おー、先輩、夏美せ。アオルタ先輩は夏休みでもしっかり勉強してて偉いな。そうだ、夏休みの宿題があったんだ。アオルタ先輩ならわからないところ教えてくれそう。でも読書もしたかったんだよな。読書、宿題とか草くらえ、イーティングうんこ、本読むんじゃ。その日は一日読書漬けだった。楽しかった。やっぱ余計な要素は入れちゃダメだよ。夏休みももう終わりか。夏休みが終わった後、今日は学力テストをやります。学力テスト、ちゃんと勉強していた。まあ、この辺りとかはとりあえずスキップで OK で、これはおじいちゃんの先生のお話は、僕はもうテンポラリーダンスを踊れるので、ではこれにて流れ的には、で先生のお弁当をいただいたので食べる。あれですね、絡まれてその生徒に対して先生が凄んでくれた。とりあえず開けてみよう。えい。わーしごいい匂い、幸せ。なんかよく見たら竜宮の使い丸ごと入ってる。まあいいか、いただきます。あ、うますぎて切れそう。歯ブラシみたいな味がする。歯磨き粉でなくて歯ブラシみたいな味でしょ。すごいな、荒川先生が自分で作ったのかな。先生の手作り弁当、なんだかすごくスペシャルな感じがするな。荒川先生の美味しいお弁当を食べられて大満足のランチタイムだった。文化祭、先生ルートってあったっけ。一周目どれ選んだのかな。体育館行こうと。ライブやってるか。でこれで確か先生が、あ、そうだそうだ、これが先生ルートだね。破滅しろ全世界のリンパ球。いやー、俺は多分は田代くん見てくれていましたね。ありがとうございます。見てましたよ。水虫でしょうか。すごく盛り上がりましたよ。超盛り上がりましたよ。すごくかっこよかったです。さすが先生、ギターも歌も破壊もプロレベルでした。ショットガンは大きいですね。おっと、そこの白いラインをまたがないでください。これは1周目も選んだルートかな。でも下を選んだら多分ダメになりそうだからね。ちょっと家に戻ってシャワー浴びてきますね。汗かいたのお話で、片付けないです。10月の39日、荒川先生の誕生日、お祝いしなくちゃね。ここは大事そうだな。多分保健室にいるよね。セシャシュース。ああ、君でしたか。どうされました。ハーモニカ吹きますか。いや、飲み込みます。Today 先生の誕生日ですよね。おめでとうございます。これ誕生日プレゼントです。受け取ってください。どっちがいいんだっけ、これ。なんかあったっけ、これは。ドキドキ。大人の保健室で繰り広げられる全裸健康診断です。これは、まったく、悪い子ですね。ダメですよ。学校でコンポジット棒を放っては。まあ、ダメでしたが、クロス棒だったらどうです。いや、そんなものを放った覚えはないんですが。このようなものを持ち込まれて黙っているほど、生ぬるいプリンはありませんよ。これはいい方向でたしなめられそうだ。あら、壁ドン、床ドン。気持ちはありがたきハピネスですが、制度指導が必要なようですね。やったぜ。
それとも僕のコンポジット棒に用があってわざわざこんなことを。先生、コンポジット棒なんですか、超級とかじゃないんですか。先生、地下碑どうなんですか。僕にどうされたいか言ってくださいよ。ああ、横四方固めお願いします、ね、わあ、そんなねえだなんて。あ、そのなんてジョークですよ、ジョーク。ファック。あ、ごめんなさいちゃんとやれよ先生。僕、文句の意味での F 構文が出ちゃったよ。ヤモリとイグアナの違いがわかりますよ。せっかくですので、こちらは君の気持ちとしてありがたく頂戴いたします。頂戴するんだ。あー、よかった、一応喜んでもらえた。なんかすごいドキドキした。先生へのサプライズプレゼント、うまくいってよかったね。ありだったのか。他のキャラでの共通ルートを経て、その後にハロウィンイベント。せっかくだから、あの人にトリックオアトリートしに行こうかな。先生にお菓子たかりに行っちゃおう。先生、トリックオアトリート、お菓子くれなきゃいたずらします。おやおや、これは坂本君、今日はゲーミングパーソナルコンピューターを配っていましたが、ください、ちょうど先ほど小映えが取れました。なんでそんな高価なもん生徒に配り歩いてるんですか。お菓子でも何でもないし。僕がもらえる分のお菓子というか、ゲーミング PC はもうないんですか。残念ながら煽るだけなら三泊でもいいです。ないのか。なんだ、お菓子ないのか。じゃあいたずらしちゃう。先生、いたずらさせてもらいますね。仕方ありませんね。一体どんな道具で背中を打ち付けられたり、拷問じゃん、拷問じゃん。全身を拘束されるのでしょうか。あ、じゃあなんかファラリスのお牛とかに入ってもらおう。それ SM グッズ以外の何物でもないですよね。いつも大人の余裕をかましている先生でもこれには耐えられないはずですよ。あれかね、縛りつけて足の裏をヤギに舐めさせるやつかな。そこのベッドに座ってください。僕のテクをお見せしましょう。マッサージかな。一体何を。まさかくすぐり。わー、喜んでる。この中途半端にお腹見えてんのいいっすね、服が畑で。僕は荒川先生の脇腹を思い切り掴んでくすぐり始めた。僕のこちょこちょに耐えられたものはこの世にまだ一人もいない。どうだ。やめてください、僕はじゃんけんに負けたことないです。死んじゃう死んじゃう先生、死んじゃう。ごめんなさいごめんなさい、もうウォーターサーバーは誘拐しませんから。してたんかい。道理でなくなってるはずだ。僕にゲーミング PC をくれなかったこと、存分に後悔してくださいね。おら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 、これ以上やったら本当に円安ドル高が進行して経済不況が訪れてしまいます。どんなバタフライエフェクトだ。助けてください、アンブラ綿棒に誓ってなるべく自炊するので。ああ、じゃあ許してやろうか。よし、こんなものかな。ちょっとやりすぎちゃったかな。はーい、昇天しちゃいましたね。架空請求しないでください。あ、じゃあしっかりと請求します。わあ、すごくセクシーにさせてしまった。ドキドキする。先生のこんなあられもない姿見てしまっていいの。もっと何か用意するべきでした。僕の無策が言うのハイボール、この僕の弱点を見抜くとはなかなかの腕をしていますね。ごちそうさま。でも君とこんな戯れができた、とても素敵なイベントですね。ハッピーバレンタイン。の、ハロウィン。先生、ハロウィンです。ますます僕は君のことを気に入りましたよ。あ、標本対象に。生徒としてではなく、一人の人間として。うわー、それは恋愛的なあれじゃなく、一周目のマシュマロくんルートを知ってるがために。
先生、それって。おっと、ゴングに救われた。ニュートラルコーナーへ戻れ。新刊コンパに送れないように気をつけてくださいね。もう秋だろ、新刊コンパで。それ4月とかの話だろ。すごく先が気になるけど、教室戻らなきゃ。ハロウィンってこんなにドキドキするイベントだったんだな。いいね、これフラグ立ったでしょ。あとはラストのね、どうなるんだろう。バッドルートはやっぱり標本になっちゃうのかな。